コヒマメボは季節のブレンドというのがあるんですけれども、今の季節のブレンドはギンガというブレンドなんですね。で、ちょうど今の時期、七夕の時期から仙台七夕までの約1ヶ月間ギンガというブレンドを置いてます。やっぱりキラキラっていう感じと爽やかな感じと流れ星がスーッと引くような感じをイメージして作ってます。コーヒーゼリーのに使っているコーヒーは、私がその時に美味しいと思ったコーヒーを使ったコーヒーゼリーなんですね。なので毎回味が違います。で、知っているお客様は、今日のコーヒーゼリーのコーヒー何って聞かれてから、じゃあ今日はコーヒーゼリーにするっていう風なご注文の仕方をなさいますね。コーヒーがやっぱり好きな方に来ていただきたいんですけれども、でもコーヒーが大好きな店主の入れるコーヒーというふうに思っていただけるとすごくいいなと、ありがたいなと思います。